俺の親と姉さんと一緒に住む家を購入した。嫌なら離婚するからな。いいけど後悔するよ。後悔なんてするかよ。そうやって夫は笑いながら肩をすくめた。だが1ヶ月後、夫は地獄を見ることになるのだった。私の名前は葵、40歳の会社員だ。夫の浩平と8歳になる娘の3人で暮らしている。私たちは夫婦仲もそこそこ良くて、娘を大事に思う親としてもちゃんといろいろ話し合いなどもしていた。休みの日にはみんなで出かけたりもするし、晩ご飯の時も和気あいあいと楽しい空気が流れている。共働きだからそれなりに収入も安定していて、今後の生活の不安も少ない。そんな感じで幸せな日々を過ごしていたのだが、あることがきっかけで私と夫の関係は崩れ始めることとなってしまった。え、母がですか？私が仕事中、いきなり病院から電話がかかってきた。それは母が倒れたという内容だった。私は会社を早退し、慌てて病院へと向かった。お母さん、ああ、葵、来てくれたのね。母は病室のベッドの上で横になっていた。急病で倒れたそうなのだが、救急治療のおかげでとりあえず容態は安定したらしい。急に倒れたって聞いたからびっくりしたよ。心配をかけてごめんね。母は現在70歳で実家に一人で暮らしている。父が数年前に亡くなったので心配はしていたのだが、恐れていたことが起こって私はとても不安になった。しかも母はこのまま入院することになるらしい。何か重い病気なの？いいよ、検査はこれからなんだよ。いきなり倒れちゃったから、少し様子を見てゆっくりと検査をしていくみたいなんだ。そっか。実家に一人でいる時よりも病院にいた方が、何かあった時にすぐ助けてもらえるだろう。私はそう思いながら家に帰った。お母さん大丈夫だった？うん、とりあえずは。でもしばらく入院だって。そうか。家に帰ると夫が晩ご飯の支度をしながら娘と一緒に待っていてくれた。夫も仕事を早退して来ようとしていたが、私が病院に行った時に母の容態は安定していたので、早退してこなくて大丈夫だと夫に伝えたのだ。夫が作ってくれた晩ご飯を家族で食べながら、私は自分が考えていることを話した。お母さんが退院したら同居したいと思っているの。どうかな？こればかりは私だけの意見で決めることはできない。だから夫にもちゃんと話を聞かないと。私はそう思いながら夫に意見を求めると、意外にも夫はすんなりと受け入れてくれた。全然いいよ俺は。やっぱり高齢になってきて一人でいるのは心細いだろうし、急病で倒れたとあったらなおさら不安になるだろう。俺たちでお母さんのことを支えてあげよう。あなた。私は夫がそう言ってくれてすごく嬉しかった。こういう時に頼りになる旦那さんでよかったと思った。娘も夫の発言を受けて、パパかっこいいと褒めていた。それから私は母の見舞いに行き、このことを伝えた。お母さん、退院したら私たちと一緒に住まない？え？今後また何かあった時に家に一人だと不安でしょ？だから私たちが一緒に住んでお母さんのことを支えるから。いやでもそんなの迷惑じゃない？大丈夫だよ、迷惑だなんて思わないから。あなたが良くても浩平さんがどう思うか。昨日夫とも話したけど、浩平も賛成してくれたよ。家族としてしっかりと支えてあげようって言ってくれたの。だからお母さんは何も心配しなくていいんだよ。葵、ありがとう。お母さん嬉しいわ。じゃあ。でもね、ごめんなさい、同居はできないわ。え？どうして？お母さん、このままずっとこの病院で入院することになるの。え？どういうこと？一体何があったのだろうか。もしかして何か重い病気なの？だが検査はこれからのはずだ。私がそう聞くと母はうつむいた。
実はもう少し後になってから、心の準備ができてから言おうと思ってたんだけど、私末期がんなの。え？余命ももって1年もしくはもう少し早くなるかもしれないって。私は頭が真っ白になった。いきなり告げられた事実が衝撃的すぎて理解が追いつかなかった。母が末期がん、余命があとわずか。あまりにも突然すぎてしばらく私は固まっていた。葵、あ、ごめん、お母さん、ちょっとびっくりしちゃって。まさかお母さんがガンだなんて。ごめんね、すぐ言えなくて。私も心の整理がついてなくて、それでそんな状態でまともに話せないって思って。うん、いいの。お母さんが一番辛いことは分かってるから。だけど私はそう言いながら涙を流していた。母が亡くなってしまうことを想像しただけでダメだった。葵、同居を提案してくれてありがとう。あなたと光栄さんがそうやって私を大事に思ってくれていることが分かっただけでとても嬉しいわ。お母さん。母もそうやって言いながら涙を流していた。お互いにしばらく泣いた後、ようやく心が少しだけ落ち着いた。私これから毎日お見舞いに来るから。無理はしなくていいのよ。うん、私が来たいからそうするの。必要なものとかあったら全然頼んでね。ええ、ありがとう。それから私は帰宅後に夫に母がガンであることを報告した。え、末期がん？そんな、お母さんが。夫も私の母がガンであることにショックを受けていた。そして私のことをとても気遣ってくれた。お見舞いに行っている間の家事とかは無理しなくていいから、俺ができる限りやっておくから。ありがとう。夫がそう言ってくれたので、私は仕事後に毎日病院に行って面会時間ギリギリまで母と一緒に過ごすことができた。休みの日は娘と夫も一緒に見舞いに来てくれて、母はとても嬉しそうだった。残り少ない母との時間を大切に過ごせる環境を夫が作ってくれてとてもありがたかった。それからも見舞いに通う日々を続けていった。だが日に日に母の容態は悪くなっていった。お母さん大丈夫？もうだいぶ厳しくなってきてるね。そんな。そうだ、遺産のことについてだけど。いやいや、そんな話しないでよ。辛くなっちゃうでしょ。でも大事なことだからちゃんと話をさせて。うん。母がいつになく真剣にそう言ったので、私は母の話を聞くことに。そこで聞かされた遺産についての話に私は驚きを隠せなかった。なんと母は2億以上の資産を持っているらしい。詳しく話を聞くと、父がもともと不動産投資をしていたらしく、母はその不動産を相続してさらに不動産投資に力を入れたらしい。そのおかげで父が稼いでくれた頃以上の稼ぎを得られるようになっていたそうだ。今まで黙っていてごめんね。だけどあなたに私が所有している不動産を相続してもらって、継続して投資を行ってほしいの。そういえば私はよく父や母から投資の勉強をするように言われていた。なんでかわからなかったが、知識として身につけていた方がいいと言われていたので、私はそれに従って勉強をしていた。実際に株式投資もやって経験も積んでいた。両親から勉強しておくように言われて学んでおいてよかったなと思っていたところだった。そんな中で母から驚きの事実を言われて本当に驚いた。あと、これは大事なことだから覚えておいて、むやみやたらに資産があることを話さないようにしなさいね。まあ、あなたなら大丈夫だと思うけど、本当に信頼できる人にだけ話すようにしてね。うん、わかった。私が信頼できる人、真っ先に思い浮かんだのは夫だった。とても優しくて頼れるパートナーである夫には話しても問題ないと思った。だが今はやっぱりまだ遺産の話とかはしたくない。話すとしても母が亡くなってしまってからにしたかった。
それから1ヶ月ほどが経った後、母は余命を迎えて息を引き取った。最後は仕事も休んでずっと母と一緒にいたし、最後に立ち会うこともできたのでよかったと思う。母が亡くなるということの覚悟もできたし、ギリギリまでたくさん会話をすることができた。母が亡くなった後、私は夫と一緒に葬儀の準備と手配をした。そして四十九日も終えた後、私は夫に母から相続した遺産について話をした。お母さんから相続した遺産についてなんだけど、実は2億円ほどあるの。え？夫はものすごく驚いた顔をしていた。本当に？うん。マジかよ、2億。一応他の人には言わないでね。信頼してる人にだけ話してるから。もちろんだよ、絶対に誰にも話さないよ。よかった、ありがとう。私は夫に話せて少し気が楽になった。これほどまでの大金をいきなり相続することになって、正直自分の心のキャパを超えていたからだ。だからパートナーである夫に話して、これからどうするか考えられるからよかったと思う。しかし、それからというもの、夫の態度が少しずつ変わっていった。あれ？その時計どうしたの？ああ、ちょっとデザインがかっこよかったから買ってきた。そうなんだ。確かにかっこいいね。いくらで買ったの？確か20万くらいだったかな。え？20万？なんでそんな高いものを買ったの？別に大して高くないだろう。いやいや、私たちの収入のことを考えたら高いでしょう。2億も持ってるんだから何にも問題ないでしょう。え？夫の発言に私は固まった。完全に私が相続した2億円を自分のもののように考えている発言だ。いやいや、あのお金は今後の娘の学費だったり、私たちの老後だったりのために取っておこうと思ってるんだからね。そういうものを買うためには使わないよ。私がそう言うと、夫はつまらなさそうな顔をした。なんだよ、俺が欲しいものを買うのも許してくれないっていうのか。俺がどれだけお前のことを手助けしてきたと思ってるんだ。見舞いに行ってる間の家事は誰がしたと思ってるんだよ。それは…夫はそうやって強気な態度を取ってきた。そしてその後もやたらと高いブランド品を買ってきたりするようになった。さらには仕事を辞めようかなとか、今よりもっといい家に住もうとか、私のお金を当てにするような発言を繰り返している。ちょっと最近あなたおかしいよ。私が相続したお金のことは一旦忘れて、今まで通りの生活に戻しましょう。そんなことできるわけないだろう。欲しいものがあって買えるのに買わないのはもったいないよ。正直こんなことになるとは思っていなかった。あんなに優しかった夫が大金によって変わってしまった。それからも夫は私に遺産の使い道はどうしようかなど話してくる。高級車を買おうとか、タワマンに引っ越そうとか、いかにも成金的なことを提案してきて本当に困ってしまう。そういうお金の使い方はしないって言ってるじゃない。もう遺産の話はやめて。私が感情的になってそう怒ると、夫も目を見開いて怒ってきた。ふざけんなよ。俺がどれだけお前のサポートしてきたと思ってるんだよ。少なくとも俺には半分の1億を好きに使う権利があるはずだぞ。それをお前は自分で2億全部使い切るつもりだな。だから俺の提案は全部却下するんだろ。何言ってるのよ。私はもっと堅実に大事に使いたいって言ってるの。いや、信じないね。俺の知らないところで勝手に使うつもりだろ。そんなの絶対に許さないぞ。夫は顔を真っ赤にさせながらそう言った。どうしてここまで変わってしまったのだろうか。それから夫とは口をきかない日々が続いた。そしてそんな中、夫は信じられない行動に出た。俺の親と姉さんと一緒に住む家を購入した。え？今なんて？だから新居を購入したんだよ。3世帯全員が住むいい家だ。これこそいい2億円の使い方だろう。ちょっと待ってよ。私のお金を使ったってこと？ああ。何勝手なことしてるのよ。信じられない。まさか勝手に家を購入するなんて。嫌なら離婚するからな。お前は一文無しになって一人寂しく貧しい生活を送ることになるぞ。そうやってニヤニヤと笑う夫。
この時私の中でとある疑問が浮かんだ。そもそも本人の確認なしにあそこまでの大金を勝手に使えるものなのか。いや無理だろう。私はどうなっても私に不利に働くことはないと思った。いいけど後悔するよ。後悔なんてするかよ。そうやって夫は笑いながら肩をすくめた。だが1ヶ月後、夫は地獄を見ることになるのだった。私は夫に家の建設はどこの会社がするのか聞いた。するとそれは義父の友人が経営する建築会社だということが判明。一緒に新しい家に住むことにしたのだ。いい心がけだ。これを機に俺に逆らうなよ。夫は何か勘違いしているようだが、そのままにしておこう。私はすぐにその会社に行き話を聞きに行った。そこで責任者の人と話をすると、どうやら夫と義両親は私から委任状を預かっていると言って、私のサインと押印がされている書類を見せてくれた。だがこんなもの私は書いていない。私は家を購入していたことすら知らないので、この委任状は無効です。筆跡鑑定をしてもらえばすぐにわかりますよ。私がそう言うと建築会社の人は顔を真っ青にしていた。いくらお父様からいただいた話だったとはいえ、安易に話を進めてしまって多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。すぐにキャンセルさせていただきます。そうやって言ってくれたので、私は夫と義両親にはキャンセルになっていることを黙っていてほしいと伝えた。彼らを懲らしめてやりたいと話すと、建築会社の人たちは承諾してくれた。それから私は引っ越し先のマンションを契約して夫に離婚届を突きつけた。やっぱりあなたとは結婚生活を続けることはできないわ。離婚しましょう。私がそう言うと夫は目を見開いて驚いていたが、すぐに鼻で笑った。ええのか？2億円の家での生活を手放すことになるんだぞ。ええ、構わないわ。そんな家、購入されていないからね。娘の親権は私がもらうし、財産分与もなしってことでいい？私がそう言うと夫は勝ち誇った顔をして承諾した。ああ、構わないよ。なんて言ったって俺には新居があるんだからな。やっぱり建築会社の人に黙っててもらっていてよかった。夫との離婚が思っていた以上にスムーズに進んだ。それから私は離婚届にサインし、夫にも記入をしてもらい、娘と一緒に家を出て行った。娘はもともと夫のことは父親として好きだったが、最近の夫のことはなんだか怖いと言って寄りつかないようになっていた。だから離れて暮らすことになってほっとしているそうだ。娘と暮らす部屋は綺麗でセキュリティなどもしっかりしているマンションだが、別に家賃はそこまで高くない。いくら大金を相続しても生活水準を変えるつもりはないからだ。そうやって普通の日常を過ごし、娘にも普通の感覚を身につけてもらうようにした。新居での生活を始めて1ヶ月ほどが経った頃、元夫から鬼電がかかってきた。もしもし。おい、一体どういうことだよ。なんで家の建設がキャンセルになってるんだよ。ああ、今さら気づいたのね。私が事の経緯を説明すると、元夫は怒り狂っていた。ふざけんなよ。そんなの許されるわけないだろ。俺の家だぞ。何を言ってるの。あなた私が資産を持っているから、勝手に名義にして話を進めてたじゃない。その時点で私の家扱いになるし、そもそも委任状を偽造している時点で話は無効だから。ふざけんなよ。母さんたちはもう実家を引き払って俺の今の部屋に住んでるんだぞ。新居が完成したらみんなで住むから、ちょっとの期間くらい狭く感じても問題ないって。そんなの知らないわよ。あんたたちが悪いんでしょ。そんな頼むよ葵。離婚はなかったことにできないか。無理よ。私はもうあなたとは会いたくないの。これを機に電話もしてこないで、もし見かけたら警察を呼ぶから。あとそもそもあなたが勝手に家を購入したことを私は訴えることもできるんだからね。それをせずに不問にしてあげるから、私と娘に一生関わってこないでちょうだい。そんな。元夫は激しくショックを受けているようだったが、訴えられたくないようで了承した。それから元義実家の人たちは、私のお金を当てにしていたのか、家族全員がブランド品を買い漁ったり、さらに信用取引で株を買って損をしたりして、多額の借金を背負ったそうだ。
その話を聞いて私は呆れ返った。だが私にはもう関係のないことだ。私は娘と平和で穏やかな日常を過ごしている。このまま娘の成長を見守っていきながら、娘がやりたいと思ったことは何でもやらせてあげようと思っている。そのために相続したお金は使うつもりだし、投資も相変わらず続けて資産を増やしていこうと思う。やはり大金が手に入ると変わってしまう人はいるようですね。まあこの夫についてはちょっと頭がおかしすぎますが、主さんはこれから娘さんと仲良く幸せな日々を過ごしてくださいね。香織が帰ってくるから寄生虫のあんたは出て行きなさい。そう言って私を追い出そうとする母、本当にいいのね？数日後、依頼した引っ越し業者がやってきた。家の荷物全部ですか？はい、よろしくお願いします。ものの数時間で物気の殻となった実家。どうして家の中のものが何一つとしてないのよ。この泥棒、警察を呼ぶわよ。どうぞご勝手に。だけどお母さんが恥をかいて終わるだけだけどね。私の名前はひとみ、32歳の会社員だ。現在私は母と実家で2人で暮らしている。社会人なのに実家にいる理由は経済的なことではない。父が2年前に病気で亡くなってしまい、母を1人にすることができなかったからだ。だが私は実家に戻ってきたことを後悔している。母は私への恩など一切なく、当たり前のように暮らしているからだ。そしてそれどころか毎日のように私に愚痴をこぼしてくる。香織は元気かしら？ああ、香織に会いたいわ。香織というのは私の3歳下の妹だ。妹は客観的に見ても美人だと言えるほど顔が整っていて、周りからもよく可愛いと言われていた。母はそんな妹を溺愛していて、私よりもよく妹に構っていた。二人姉妹なのに昔から妹ばかりを優遇し、私のことは放置状態。まだ私一人だった頃は可愛がってもらった記憶がうっすらあるが、妹が生まれてからはそれがパッタリとなくなった。香織は本当に可愛いわね。こっちのお洋服も似合うんじゃないかしら。そう言って妹に服を買い与えるのだが、私はほとんど新品の服を着させてもらったことはない。私が着るのは妹が飽きたと言って着なくなった服ばかり。よく兄弟の上の子の服をお下がりで下の子がもらうというのは聞くが、私の場合は逆だ。幸い妹は同世代の子より背が高かったので、私と体型が近かったので助かった。そうでなければ妹の年代のサイズだときつくて服が入らなかっただろう。それでも私も新しい服を母に買ってもらいたいと思っていた。だが母は、香織にはいくらかけても気にならないけど、あなたには無駄なお金は1円も使いたくないの、と私に言ってきた。この時に母にとって私に関わることは全て無駄なんだなと悟った。ものすごくショックだったが、父が私に優しかったので何とか心を保つことができた。瞳はとても頭が良くてすごい子だな。いつもテストの成績もいいし、自慢の子だぞ。父は私が勉強を頑張るとそうやって褒めてくれた。私は父にもっと褒めてもらいたくて、さらに勉強を頑張った。おかげで高校も大学も有名な進学校に進めたので、本当に父には感謝している。だから父が死んだ時は私は相当に悲しかった。私のことを唯一大事にしてくれた父、心の支えとなっていた父を失い、ぽっかりと心に穴が開いたような気持ちになった。だがそれ以上に母は父が亡くなってとても悲しんでいた。何日も泣いていたのか、実家に行くたびに目を腫らしていたし、頬もこけていて、まともな食事をしていない様子だった。正直母のことは好きではなかったが、私が子供の頃は一応毎日食事を作って食べさせてくれたし、高校の時もお弁当を用意してくれていた。そういう面での感謝がないわけではない。妹は父が亡くなった時にはすでに結婚をしていたので、実家に帰ってくるということができなかった。そのため、私が実家に戻って母の様子を見守ることにしたのだ。会社に事情を話して引っ越すことを伝えると、上司は気を利かせてリモートで働くのはどうかと勧めてくれた。確かに実家に戻っても会社で働いていたら日中に母のことを見れない。
だからリモートワークの提案はとてもありがたかった。そして私は一人暮らしの部屋を解約し、実家に戻った。母は相変わらず元気がなくて、私は仕事をしながら家事もすべてやった。家の掃除から洗濯に食事の準備までやるのは大変だったが、今まで育ててくれた恩返しという思いで頑張った。それに私は父から母のことを託されていたのだ。俺はもう長くない。その時に母さんのことを支えてやってくれ。父は危篤状態の時に私にそうお願いをしてきた。父と母は仲が良かったから、父にとっては母のことも大事だったのだ。まあ、もともと父がすごくお人よしだったから私にそう頼んできただけなのかもしれないが、それでも私が尊敬していて大好きな父からそのように頼まれたら断ることはできないし、それに先に言ったような理由から母のことは放っておけなかった。私は実家に戻ってから一生懸命に母のことを支えた。最初は元気がなかった母も、私が献身的にサポートをしたので、だんだんと元気を取り戻していった。ひとみ、ありがとう。あなたが来てくれて感謝してるわ。母はそう言って私に感謝をしてくれた。母が私にそんな言葉をかけてくれるなんて生まれて初めてじゃないだろうか。私はとても嬉しくて、実家に戻ってよかったとこの時は思っていた。初めて母が私のことをちゃんと見てくれたような気がした。ううん、いいんだよ、母さん。これからも私がお母さんのことを支えるからね。私はきっと母からの愛情に飢えていたのだろう。母が元気になってからも、私は実家に残っていろいろとサポートをしていた。仕事をしながら並行して家事をするのにも、その頃には慣れていたし、母の役に立てるなら全然苦ではなくなっていた。それから母は生き生きとしだし、いろいろと要望を言うようになった。この家の家具や家電も古くなってきたわね。そろそろ買い時かもしれないわね。確かにそうだね。じゃあ新しいのを揃えるよ。ありがとう。よろしくね。私は母のためならと、家のものをどんどん新しいものに変えていった。私は今まで勉強を頑張っていい大学に通っていたおかげで、就活でも有利になり、大企業に勤めることができていた。そこで私は仕事を一生懸命に頑張り、また資格の勉強もして、昇級に必要な資格を持っていたので、給料はかなり高かったのだ。だから家電や家具を一新することは全然問題なかった。母は新しい掃除機や冷蔵庫だったり、ふかふかで高級感のあふれるソファーなどに目を輝かせていた。まるで違う家に来たみたいだわ。毎日こんな風に快適に過ごせるなんて夢みたいだわ。母の喜ぶ姿を見て、私もとても幸せな気分になった。それからしばらくは平和で穏やかな日常を過ごしていた。だがそんな中、ある日妹がいきなり帰ってきた。あら、久しぶりね、香織。元気にしてった？ただいま、お母さん。お姉ちゃんもいたんだ。母には笑顔で挨拶をするのに、私にはそっけない態度をとる妹。妹は昔から私のことを下に見ていた。それは母が私と妹の接し方に思いっきり差をつけていたことが理由だ。母が妹ばかりを可愛がり、私を存在に扱うから、妹はいつからか私をバカにするようになったのだ。だが私は大人なので、妹に冷たい態度を取られても気にしないように努めた。久しぶり、香織。私がそう返すと、妹は何も言わずに母と一緒に居間に行った。急に帰ってくるなんてどうしたの？お母さんの顔が急に見たくなってね。あら、嬉しいことを言ってくれるわね。私はずっと香織の顔を見たいと思っていたのよ。ひとみ、お茶菓子とコーヒーを用意してちょうだい。母は当たり前のように私に命令し、妹と食卓について楽しそうに話していた。私は仕方なく人数分のお茶菓子とコーヒーを用意して席に着いた。だが妹と母はずっと二人で話していて、私は輪にすら入れなかった。ずっと黙ったまま私は二人の会話を聞いていたのだが、母のある質問に妹がこう答えていた。旦那さんとはうまくいってるの？ああ、それが最近すれ違いが多くて。あら、そうなの？うん、ちょっとうまくいってないんだ。
そんな、香織を不幸せにするなんてひどい男だわ。何が原因かも知らないのに、妹が悪いのかもしれないのに、そうやって相手の男性のせいにする母。そして妹は驚きの発言をしだした。もしかしたら離婚することになるかも。え、離婚？私は思わずそう声を出した。すると妹は冷たい目で私を見てきた。何よお姉ちゃん、私が不幸になって嬉しいの？いや、そんなわけないじゃない。いきなり離婚っていう言葉が出てきたからびっくりしただけよ。適当にごまかさないで。お姉ちゃんっていつもそうだよね。私の成功とか妬んで羨ましそうにして、そうやって私の不幸を喜ぶなんて性格悪すぎ。そんな、勝手に私のことを責めてくる妹、そして妹の発言を絶対だと思っている母も私を責めてきた。香織が困っていて悲しんでいるっていうのに、あなた最低よ。妹を大切にできないなんて姉失格だわ。私が今まで母のことを支えてきたことが完全になかったことになっている。妹が関わると母はいつもこうだ。そして私は妹が離婚しそうだと聞いてとても不安になった。離婚したら絶対に妹は実家に戻ってくるだろう。そうなった時に私はこの家で居場所がなくなる。だが父との約束があるから母のことは支えなきゃいけないし、これから一体どうなってしまうのかと私はやきもきしていた。妹が一度顔を見せに来てからというもの、母は毎日のように妹の話をするようになった。妹と会いたいということはもちろんのこと、どうして一緒にいるのが私なのかと悪口も言うようになった。ずっと家にいて迷惑なのよね。少しか外で時間を潰してきてよ。母のためを思いリモートワークに切り替えて家にいるのに邪魔者扱いをされるなんて。私はやるせなさを感じて、だんだんと精神的にも辛くなっていった。かといって母は家事を自分でやるわけではない。私が落ち込んでいた母の代わりにやっていたのが当たり前になってしまっていて、母は一切家事をしなくなったのだ。私がここまでいろんなことを支えているのに、どうして母は私をこんなにも邪険に扱うのだろうか。私はものすごく悲しい気分になった。そして昔のような感覚が蘇ってきた。きっとこのままだと私はまた子供の頃のような目に遭うだろう。実際母はここ最近よく妹と電話をしているのだが、その内容が大体同居についてなのだ。これはつまり妹がほとんど離婚寸前状態で、家に戻ってくるのがかなり現実味を帯びているということだろう。ええ、あなたが戻ってくるなら大歓迎よ。早く一緒に暮らしたいわね。そんな母の声が聞こえてきて、私はいよいよ家を追い出されるのかなと感じ始めていた。だが私を追い出したら困るのは母だ。その辺をちゃんと理解しているのだろうか。私はそう思いながら、とりあえず引っ越すことになったことを考えて、一人暮らし用の部屋をいろいろと調べることにした。そしてそれから一週間ほど経った頃、案の定母が私にこんな話をしてきた。香織が帰ってくるから帰省中のあんたは出て行きなさい。え？香織離婚することになったそうで、家を出ることになったの。それで来週からこの家で一緒に住むことになったから、あんたがいると部屋が狭くなるから出て行ってちょうだい。そう言って私を追い出そうとする母。ここまで恩知らずだったとは呆れてしまう。本当にいいのね？私がそう聞くと、母は肩をすくめて笑った。いいに決まってるでしょ。ずっと家にいるだけの寄生虫のあんたよりも香織と一緒に暮らす方が幸せだからね。そこまで言うならもうどうでもいい。私は、分かった、じゃあ数日後には家を出ていくようにするから、と言って引っ越す準備を始めた。すぐに業者に連絡し、目星をつけていた部屋を内見し、あっという間に引っ越しの準備が整った。数日後、依頼した引っ越し業者がやってきた。母は私が業者を呼ぶと言うと家にいたくないと言い、妹とどこかに出かけに行ったようだった。こちらとしてもその方がありがたい。私は引っ越し業者に運ぶ荷物を指示した。家の荷物全部ですか？はい、よろしくお願いします。この家のものはもうすべて私が買ったものになっていた。ものの数時間で物気の殻となった実家。
そして私は契約した新しい部屋に引っ越しを完了させた。それからすぐに母から電話がかかってきた。どうして家の中のものが何一つとしてないのよ。そりゃ私が全部新居に運んだからね。すると電話の声が妹に変わった。この泥棒、警察を呼ぶわよ。どうぞご勝手に。だけどお母さんが恥をかいて終わるだけだけどね。え、どういうこと？あの家の家具や家電は全部私が買ったものよ。お母さんが新しいのに変えたいって言ったから私が新調したの。それにね、私がその家の生活費も全て出してたのよ。え、お父さんの遺産で支払ってたんじゃないの？何言ってるの。お父さんの遺産なんてほとんどなかったんだから生活費を賄えるわけないじゃない。え、でもお母さんが。お母さんはあまりお金の計算が得意じゃないからね。あと私が在宅で働いているというのもよく理解してなかったみたいだから、勝手にお父さんの遺産からお金が出てるとでも思ったんじゃない？そんな。じゃあこれから私たちはどうやって暮らせばいいの？家具や家電だってないのに。そんなの知らないわよ。新しいの買えばいいでしょ。私お金ないんだから無理よ。働けばいいでしょ。まさか実家に帰ってくれば働かずに済むとでも思ってたの？それは。妹はどうやら離婚しても実家に戻れば遊んで暮らせると思ったようだ。本当に呆れてしまう。お姉ちゃん戻ってきてよ。それで生活費も出して。嫌に決まってるじゃない。私はもうあなたやお母さんに振り回されるのは嫌なの。そんな、このままじゃ私慰謝料も支払えないよ。はあ？慰謝料？実は。なんと妹は不倫をしたらしく、それが旦那さんにバレて泥沼離婚状態になっていたらしい。だが実家で私と母が豊かに暮らしているのを見て、家にお金があると思い慰謝料の支払いに応じたそうだ。このままじゃ私借金を背負うことになっちゃう。知らないわよ。自業自得でしょ。私があなたを助ける義理なんてないんだから。大好きなお母さんを頼ればいいじゃない。お金がないんだったらお母さんなんてただの役立たずよ。香織、なんてことを言うの。妹はつい感情的になってそんなことを言ってしまい、母が怒る声も聞こえてきた。さすがに私も母が気の毒になった。妹からすれば母は都合よく利用できる人間というだけのことだったのだ。お母さんがちゃんとお姉ちゃんに生活を頼ってるって言ってれば、私だってまだ慰謝料の件でいろいろと旦那と話ができたのに。あんたが不倫してたなんてお母さん知らなかったんだから仕方ないでしょ。妹と母が言い合いを始めたので私は電話を切って着信拒否にした。その後、私の元にメールで母と妹から助けを求める連絡が来ていたが、全部無視してやった。結局、妹は実家に戻るしかなくて母と一緒に暮らしているそうだ。家の生活費のためや慰謝料の支払いのために母も妹もバイトをしているそうなのだが、もともと浪費癖のある人たちだったので借金がどんどん増えていっているらしい。もう家を売らないといけない段階に来ているんだとか。まあ、私には関係のないことなのでどうでもいい。一方、私は新居で誰にも邪魔されずに快適な状態で仕事に取り組むことができている。しばらく恋愛はいいので、お金を貯めてやりたいことなどをじっくり探そうと思う。主さんに今までどれだけ助けられてきたのか、母親は全く理解していなかったようですね。このような末路をたどったのは自業自得だと思います。主さんはこれからは自分のためにたくさんお金を使って幸せになってくださいね。新築に汚いババアは困るんですよ。だから今後も関わらないでください。そう言って私をバカにしてきた長男嫁、汚くてごめんなさいね。あなたの言う通り、二度と関わらないようにするわ。翌日、私はゆったりと家でくつろいでいた。するといきなり長男嫁から鬼電がかかってきた。お母さん、どうして教えてくれなかったんですか？私の名前は山田由紀、58歳の農家だ。私が農家になったのは夫の浩太のところに嫁いだ30年前のこと。私はもともと生まれも育ちも東京で、ずっと都会で生活を送っていた。そんな中、私は大学の時に夫と出会った。
彼は地方の田舎の農家出身で勉強がかなりできたため大学から東京に来たらしい。実際同じ学部で一緒に授業を受けていたのだが、彼はすごく勉強ができてテストの成績も良かった。私もかなり勉強を頑張っていたので自然と私たちは仲が良くなっていった。そして何人かのグループでよく遊ぶようにもなり、青春を謳歌していた。お互いに就職をして社会人になってからも私たちはグループで定期的に会っていた。みんな一生懸命に仕事に打ち込んでいるので、お互いに近況を報告し合っているだけでものすごく有意義な時間を過ごせた。みんな向上心が高かったので私も触発されて資格を取ったり仕事にさらに打ち込んでいた。そんな中、私はコウタとなんとなく距離が縮まっていき、友達から恋人になった。仲いいグループの中でもなぜか彼と一緒にいるととても落ち着くのが理由だ。私たちはとても相性が良かったようで、恋人として付き合っていてすごく楽しかった。彼は優しくて頼りがいがある人で、私はそんな彼のことを尊敬していた。そして私たちは3年ほど付き合った後に結婚することになった。もともとお互いのことをよく知っていて、その上で結婚までに3年もかかったのには理由がある。実はコウタは農家の息子だった。そして長男でもあったので、いつか継がなければいけなかった。だが彼はギリギリまでやりたいことがあったので、少しだけ継ぐのを待ってもらっていたのだ。私は彼との結婚を機に彼の実家に嫁ぐことになった。彼は私の両親に挨拶をするとき、とても緊張していた。そりゃずっと都会で暮らしていた娘を地方の田舎に連れていくことをお願いするのだから、当然緊張するだろう。だが私の親は寛大で、私と彼との結婚を快く許してくれた。ユキが結婚したいと思った人なら私たちは大歓迎よ。全てを了承した上で農家に嫁ぐことを決めたんだろう。だったら私たちが言うことは何もないだろう。コウタ君、娘を頼むよ。はい。こうして私はコウタと結婚して彼の地元へと引っ越した。義両親は結婚の挨拶をした時からとても優しい人だなという印象で、それは結婚してからも変わらなかった。こんな田舎に来てくれてありがとうね。いろいろと不便で申し訳ないけど、どうかよろしくね。こちらこそ、農業は完全な素人ですが、ご指導のほどよろしくお願いします。それから私は義実家で暮らしながら、義両親と夫から農作業のやり方を教わった。初めてやる農作業はとても大変で難しかったが、それ以上に楽しくてやりがいがあった。体を動かして汗水流して働くということがこんなにも達成感を味わえるとは知らなかった。そして私は義実家での食事がすごく楽しみだった。というのも農家だから毎日新鮮で美味しい野菜を食べられるのだ。この家の畑で採れる食べ物は何を食べても本当に美味しい。野菜の天ぷらなんて絶品だし、シンプルに肉じゃがの具材として使ってもものすごく美味しい。義母はとても料理が上手で、私は一緒に作りながらいろんなレシピを教えてもらった。ゆきさんは本当に手際が良くて助かるわ。農作業だってすぐに覚えたものね。そう言ってもらえて嬉しいです。でもまだまだお母さんたちから教わりたいことはありますから。私は義母とものすごくいい関係を築けていた。それは義母の人柄の良さもあると思う。私は本当に彼と結婚してこの家に嫁いでよかったと思った。そうして義実家での生活を幸せに送っていた私。結婚して3年が経つ頃にはすっかり農家の人になっていて、私は仕事でも十分な戦力になっていた。そしてそんな中、私は妊娠をした。生まれてきたのは男の子で、義実家の人たちはみんなとても喜んでいた。ユキさん、ありがとう。子を産んでくれてとても嬉しいよ。長男のユータはすくすくと成長し、みんなから可愛がられて育っていった。ユータは本当に勉強ができるね。やっぱりユキさんとコウタの子だからだね。将来が楽しみだな。私たちは息子が勉強ができることを喜んでいたのだが、その一方で私はこんな心配もしていた。このままだと息子は農家を継ぎたいとは言わないのではないだろうか。実際息子は勉強はできても運動が大の苦手で、体力もものすごくなかった。
私たちは早いうちから息子にも農作業を覚えてもらおうと、小学校高学年くらいから簡単な作業くらいは手伝ってもらうようにしていたのだが、息子はすぐに疲れたと言って途中で家に帰ってしまうのだ。そしてだんだんと農作業を手伝わなくなり、何を言っても足が痛いとか手がなんだかジンジンするとか言ったり、友達と図書館で勉強する約束があるからとか、いろんな理由をつけて来なくなった。ゆうた、そんなんじゃ後を継ぐことはできなくなるぞ。夫は農業を避けてばかりいる息子にある日そう言った。すると息子は、俺は農業なんてやりたくないよと言い出したのだ。私は恐れていたことが起きてしまったと思った。この子が農業をあまりやりたがってなさそうなのは正直感じていた。だがこんな風に面と向かって言われてしまうとかなり辛い。私だけでなく夫も義両親もかなりショックを受けていた。しかし私たちだけの都合で息子の将来を勝手に決めるわけにはいかない。それに今は反抗期でもあるから、そういった理由から私たちは様子を見ることにした。だが息子はその後はさらに農業から遠ざかるようになった。私たちの畑には一切寄らなくなったのだ。そんな日々を過ごし、息子は高校生になると東京にある大学に行きたいというようになった。私も夫も大学は東京の大学に通っていたし、その点は別に問題はない。だがそのまま息子は帰ってこないんじゃないかという心配はあった。息子は上京をすることを目標に勉強をさらに頑張っていた。そして高校を卒業と同時に東京へと行ってしまった。ゆうた、行ってしまったね。ああそうだな。でもあいつは俺たちの息子だ。いつかきっと戻ってきてくれるさ。そうだよね。私たちは息子がまた実家に戻ってきてくれると信じていた。上京してからも息子は正月だけは帰ってきてくれた。大学生活はかなり充実しているようだ。楽しい日々を過ごしているらしい。こっちは冬に雪が積もるから嫌だな。田舎って本当に大変だよ。息子は帰ってくるたびによく地元の悪口を言った。そしていかに都会の生活が楽しいかを話していた。まあ若者からしたら都会の生活は楽しいことが多いし、いろんな最新の情報をつかむことができるからいいのだろう。だがそんな風に生まれ育った地元を悪く言うのはあまりいい気はしなかった。それは夫も義両親も同じだったようだ。そうやって何かを下げて自分を持ち上げるようなことは口癖にしない方がいいぞ。何にだって良し悪しはあるんだ。その人にとって合う合わないだってある。優劣なんて一概には決められないだろう。夫がそのように言うと息子はムッとして言い返した。それって負け惜しみ？はあ？父さんは田舎にいることをコンプレックスに感じてるんじゃないの？何を言ってるんだ。っていうか東京の大学にまで行ってこっちに戻ってきたのって、東京じゃ大した成功できなかったからじゃない？挫折して実家継ぐしかないって思って帰ってきたんじゃないの？息子は突然そんなことを言って夫を挑発し始めた。これにはさすがに夫も顔を真っ赤にして怒った。いい加減にしろ。俺は農家で生まれ育ったことを誇りに思ってるんだ。だから今こうやって父さんや母さんの後を継いでることは幸せだと思ってる。それをお前の狭い価値観で否定するな。夫は初めて息子に怒鳴った。息子もまさかこんな風に怒鳴られるとは思っていなかったようだ。そして若さゆえの意地から息子も反抗していた。なんだよ、俺はわざわざ帰省してやったっていうのに、もう二度と帰ってこないからな。そう言って息子は自分の部屋にこもってしまい、翌朝挨拶もせずに帰ってしまった。それは息子が大学2年生の時だったのだが、それから息子は本当に帰省をしなくなった。私はたまに元気にしているかどうかメッセージを送ってみるのだが、息子からは既読無視をされてしまうだけ。気がつけば息子が大学を卒業する年になっていた。だが息子からは何にも連絡は来なかった。卒業後はどうするのか、就活はどうなっているのか、進路についてメッセージを聞いたり電話をしてみても息子からの返事は一切ない。夫も義両親も連絡をしてみたようだが、誰にも返事を返さず完全に音信不通となってしまった。一人息子からこんな風に避けられて本当に悲しかった。
結局息子は私たちに連絡をよこさないまま大学を卒業した。それから数年が経ったが相変わらず音沙汰なし。そんな中久しぶりに義妹が実家を訪ねてきた。義妹は大学進学を機に東京に行き、そのまま東京で就職して結婚もして今も東京に住んでいる。もともと夫が実家を継ぐことが決まっていたことと、義妹の旦那さんが医者で東京から離れられないので、そのまま東京で生活をしていたのだ。なんだかんだで数年ぶりの帰省になっちゃってごめんね。義妹が農業を手伝いながらそう言う。いいんだよ、むしろせっかく帰ってきたのに手伝わせちゃって悪いな。義妹と夫はめちゃくちゃ仲がいいというわけではないが、顔を合わせれば普通に仲良く話をする。今回も今までと同じく義妹と近況報告をし合って、私たちは楽しく過ごしていた。そんな時、義妹からこんなことを聞かされたのだ。そういえば優太くんお仕事頑張ってるみたいね。え？私たちは義妹から息子の話が出てきて驚いた。あの優太って今何をしてるの？私の問いかけに今度は義妹が驚いていた。私たちが恥を忍んで今は音信不通になっていることを説明すると、義妹は私たちにいろいろと教えてくれた。どうやら義妹の息子と私たちの息子は仲がいいらしい。義妹の息子は大企業に勤めているらしく、そして私たちの息子も違う会社だが大企業に勤めているらしい。エリート同士気が合うらしく仲がいいそうなのだ。私たちは本人から教えてもらえてなくて悲しかったが、それでも息子が元気でやっていることを聞いて安心した。それからまた数年が経った。私たちは相変わらず農業を中心とした生活を送っていた。そんな時だった。いきなり息子が家に帰ってきたのだ。しかも隣には見知らぬ綺麗な女性がいた。ゆうた帰ってきたのね。ただいま。今日は結婚相手を紹介したくて帰ってきたんだ。え？結婚？私たちはみんな驚いた。息子は婚約者を連れて帰ってきたのだ。息子の婚約者は茜さんといって、とても綺麗な人だった。私たちは息子が結婚すると聞いて嬉しかったが、茜さんの態度が気になった。彼女はずっと顔をしかめているのだ。そして息子に対して、まだ帰らないの？こんな汚いところもう嫌なんだけど、と言ったのだ。息子は、ああ、じゃあもう帰ろうか、と言い、母さんたちそういうことだから、と言って本当に帰ってしまった。さすがにこれには私たちは絶句してしまった。せっかく息子に会えたのに、こんなことを言われてしまうなんて。その後、両家の顔合わせは断られ、結婚式にも招待されなかった。私と夫はもう息子に対して何かを期待することはやめた。そしてそれからまた数年が経った。義両親はどちらも80歳を超えて寿命を迎えて、あの世へと旅立っていった。息子夫婦はもちろん葬儀には来ていない。そんな中、義妹からこんな連絡が来た。優太くんたち新しい家を建てたみたいね。そうなの？やっぱり連絡来てないのね。義妹もさすがに呆れていた。私と夫はせめて引っ越し祝いに野菜でも届けに行こうかと思い、息子に電話をした。だが電話に出たのはなんと茜さんだった。もしもし、一体何の用ですか？茜さん、あなたたちが新築の家を建てたって聞いて、引っ越し祝いを届けたいなと思ったのよ。は？そんなのいらないですから、絶対に来ないでください。新築に汚いババアは困るんですよ。そもそも私たちが連絡を取っていない時点でわからないんですか？私もユータも農家であるあなたたちを恥じてるんですよ。だから今後も関わらないでください。そう言って私をバカにしてきた長男嫁、まさかここまで言われるとは。途中からスピーカー状態にしていたので、夫も長男嫁の言葉を聞いていた。私たちは顔を見合わせ、ある決断をした。汚くてごめんなさいね。あなたの言う通り、二度と関わらないようにするわ。当たり前ですよ。じゃあもう切りますからね。そう言って一方的に電話を切った長男嫁。私と夫はすぐにある行動をとった。翌日、私はゆったりと家でくつろいでいた。夫も今日の作業を休んで、私と一緒に優雅にティータイムをとっていた。するといきなり長男嫁から鬼電がかかってきた。
もしもし、どうしたのかしら。昨日二度と関わらないでって言ったのはそっちよ。お母さん、どうして教えてくれなかったんですか。まさかお母さんとお父さんが私が働く会社の共同経営者のメンバーだったなんて。あら、今頃知ったのね。まあ、私たちも結婚式に呼ばれなかった時にあなたの素性を調査して、あなたが私たちが経営している会社で働いていることを知ったのだけど、実は私と夫は大学時代の仲のいいグループで設立した会社の創始者メンバーとして今も在籍していた。表向きに活躍しているのは東京にいる人たちだが、もちろん今も経営に携わっていて、私も夫も経営者としての権限は持っていた。長男嫁のことは息子の嫁だし、今まではとりあえず様子を見守っていた。だが今回のことはさすがに我慢ならなかった。そして彼女についてはいろいろと気になることもあった。それは会社内での不倫、さらには横領だ。詳しく調査をした結果、どちらもほぼ確実にやっていることが明らかになっていた。他にもやることは山ほどあったので、もう少し後で処分を下そうと思っていたが、私も夫も彼女のことは許せなかった。だから他の経営者たちと連絡を取り、私と夫が諸々の手続きを請け負う形ですぐに解雇処分にしたのだ。あなたは私たちのことを怒らせたの。そして罪だって犯した。おとなしく罪を償いなさい。そんな、お願いです、許してください。今まで本当に申し訳ありませんでした。何度だって謝りますので。あなたの謝罪なんていらないし、私たちには何の得にもならないから謝らなくていいわよ。とにかく二度と私たちに関わらないで。そう言って私は電話を切った。それから長男嫁は不倫が原因で息子とも別れることになり、慰謝料を請求された。もちろん会社の金を横領したので会社からも訴えられている。さすがにことがことなので、長男嫁は自分の両親にも見捨てられたそうだ。今は多額の借金を抱えながらアルバイトをして貧しい生活を強いられているらしい。そして息子は私たちのところに来て謝ってきたが、私たちはそれを拒否した。ごめん、でもなんで会社を経営しているなんて言ってくれなかったんだ。私たちは農家をメインとしてるから、あなたにもこっちを継いでほしかったの。会社経営のことを話したらすぐにそっちに飛びつくと思ったから。だけどそんなことよりも、あなたの今までの私たちへの態度は許せないものだったわ。あの嫁のせいも少しはあるかもしれないけど、私たちはもう我慢の限界よ。もう二度と実家には帰ってこないでちょうだい。私がそう言うと、息子は肩をがっくしと落としながら帰っていった。その後、私と夫は二人で仲良く農作業を続けている。現在は畑も大きくなっていて、若い従業員もたくさん雇っている。だから息子に継がせる必要もなくなった。私たちは体が動く限り、大好きな農業にずっと携わっていこうと思う。長男夫婦は農業をバカにした罰が当たったようですね。本当にいい気味です。主さんたちは農業の方で若い後継者候補がたくさんできてよかったですね。これからも夫婦仲良く幸せな日々を送ってくださいね。母さん、今どこにいるんだよ。私はその家にいるわ。はあ、新郎の母が式を無断欠席なんてどういうつもりだ。私の返答に怒りをあらわにする息子だが、私の答えは決まっていた。私はもうあなた方夫婦とは関わりません。私の名前は香織、49歳の事務職員だ。まだアラフィフの私だが、実はすでに29歳になる息子がいる。息子のアキラはすくすくと成長し、高校を卒業後に就職してから一人暮らしを始めてすでに自立している。私は女手一つで息子を育ててきたので、息子が自立してしまって少し寂しくはある。そんな私を気遣ってか、息子は定期的に実家に帰ってきてくれて、私の様子を見に来てくれる。母さん、元気でやってる？また昔みたいに無理してないよね。アキラ、久しぶり。大丈夫だよ。今はゆったりと平和に暮らしているから。そっか、それならよかったよ。アキラはどうなの？仕事は順調？ああ、今も営業の仕事をしていて、忙しく走り回ってるよ。体力だけが俺の取り柄だからさ。順調そうならよかったわ。ひとみちゃんとはどうなの？ああ、もちろん続いてるよ。付き合って何年くらい経ったの？もうなんだかんだで7年くらいか。
そんなに？あんたそろそろ責任を取らないとダメじゃないの？そのことについて今日報告しようとしてたんだけど。え？実は瞳と結婚することになったんだ。え？そうなの？ああ、それなのに母さんが先走って結婚の話題を出しちゃうから。それはごめん。でもついに結婚か。おめでとう、アキラ。ありがとう、母さん。今度改めて瞳も連れて挨拶に来るから。わかったわ。ちゃんとごちそう作って待ってるわね。あ、じゃあ母さんの鶏の唐揚げが食べたいな。あの味を瞳にも食べてもらいたいんだよね。本当に好きなのね。俺が今まで生きてきた中でも一番にうまいからな。そんな風に言ってもらえて嬉しいわ。息子がこんな風にとても優しくていい子に育ってくれて本当によかった。息子は父親という存在を知らない。この子の父親はとんでもないひどい男だった。それは私がまだ19歳の時のこと。私は高校を卒業してから地元の企業で事務員として働いていた。働き始めて半年ほどしか経っていなかったから社会人としてはまだまだだったと思う。それでも職場の人たちにいろいろと教えてもらいながら、私は少しずつ仕事や社会人としてのマナーを学んでいった。そんな中出会ったのが源氏だった。私はよく友達と仕事後に街中に遊びに行っていた。ゲーセンやカラオケ、ボーリングなどできる遊びは何でもしていたと思う。その日は私はいつものように友達と仕事後に街中に繰り出していて、その時は何人かでダーツをしに行っていた。その時に友達の友達だったのがケンジだ。ケンジもちょうど別の友人とダーツをしに来ていて、一緒にダーツをしようということになったのが出会いのきっかけだった。その時に彼と一緒のチームになってダーツをしたことで仲良くなった。それから私とケンジは連絡先を交換して二人で会うようになった。彼は私の3歳上で建築業で働く会社員として働いている。車を持っていたので彼はドライブで私をいろんな場所に連れて行ってくれた。海だったり夜景の見える展望台だったりおしゃれなカフェだったり。未成年である私に合わせて飲みに誘ったりとかはしなかった。彼はとても優しくて紳士的なのに面白くていつも私を笑わせてくれた。そんな彼のことが私は大好きになり、そして彼もまた私が好きだと言ってくれて交際が始まった。彼との交際は本当に楽しかった。私たちはほどなくして同棲をスタート。若さゆえの勢いか、すぐに一緒に暮らすようになったのだ。私は慣れないながらも家事を頑張った。少しでもいい嫁さんになれると思ってもらいたくて、料理も一生懸命に覚えた。母にレシピを聞いたりして、すぐにそれを作って彼に出したりしていた。彼はとても美味しいと言って褒めてくれたから、レシピを教えてもらっててよかったと思う。そんな感じで私と彼は幸せな同棲生活を送っていた。私はこのまま彼と順調に交際を続けて、そのうち結婚をしたいななんて考えていた。そんな中、予想していなかった出来事が起きた。妊娠ですか？おめでとうございます。具合が悪くなり早退して病院に行った私。するとそこで医師から妊娠をしていると告げられたのだ。私は驚いたとともにすごく嬉しかった。大好きな彼との間にできた子供、可愛くないわけがない。もちろん年齢的なことで不安に思ったこともあった。だけれど私も彼もちゃんと働いているし、そこは問題ないだろう。私はその日の夜、仕事から帰ってきた彼にすぐに報告をした。ケンジ、私妊娠してたって。妊娠？私たちの子供だよ。マジか、すごいな。俺たち親になるのか？そうだよ。それに私たちが夫婦になるってことでもあるわ。そっか。でもプロポーズは先にしておきたかったな。今から言ってもいいんだよ。でもなんか格好がつかないんじゃないか？そんなことないよ。プロポーズしてもらえたら嬉しいよ。そうか。彼は軽く咳払いをして恥ずかしそうにしながら私にプロポーズの言葉を言った。香織、俺と温かい家庭を築いていこう。指輪はないけれど、俺と結婚してください。はい、これからよろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私はこれからの私たちの未来にワクワクした。明日はどういう予定なんだ？お休みだから実家に帰って親にも妊娠の報告をしてくるわ。そうか、俺はちょっと休日出勤が入っちゃってさ。
え、そうなの？ああ、本当なら結婚と妊娠の挨拶を一緒に行きたかったけど、それはまた後日にしよう。うん、わかった。翌日、私は緊張しながら親に報告に行ったのだが、親は私の妊娠をとても喜んでくれた。香織が母親になるのか。すごく嬉しいわね、お父さん。ああ、俺に孫ができるなんて嬉しいよ。もう私たちも結構な年だものね。香織が結婚する頃には亡くなっててもおかしくないもの。だから娘が幸せになって、さらに孫の姿まで見られるなんて、それ以上の喜びはないわよ。お母さん。私はたとえ順序が逆でも、私と彼はちゃんと愛し合っているし問題はないだろう。そして両親に報告してもとても喜んでくれたのでよかった。私はほっとして少し実家でくつろいだ。そして夜前に家に帰った。夜18時頃に帰宅したのだが、ケンジは帰っていなかった。休日出勤なのに普通の仕事の時間くらい働いているんだな。私はきっと彼が疲れて帰ってくるだろうと思い、美味しい手料理を作って待っていた。だがいくら待っても彼は帰ってこなかった。私は何度か彼に電話をしたのだが、一向に繋がらない。さすがに0時を回った時点で何かあったかもしれないと思った。私はまだ彼のご両親と会っていなくて、連絡先も住所も知らなかった。だから彼の実家に連絡をすることはできなかったので、私は警察に直接連絡をすることに。だが警察はただの家出とかではないでしょうかなどと言って、まともに取り合ってはくれなかった。そして結局次の日を迎えても帰っては来ず、さらに1日待っても帰ってこなかった。私は再度警察に電話をしたのだが、その時に驚きの事実を告げられた。ご両親とは普通に連絡を取っているそうなので、家出とかではありませんよ。え？あなたとの関係が切れたのではないでしょうか。それともストーカーですか。それでしたらあなたには。私は最後の方の警察の言葉は耳に入っていなかった。この時私は全てを悟った。ケンジは私が妊娠したと知った瞬間に逃げ出したのだ。昨日あんな風にお祝いムードで喜んでいたのは嘘で、本当は子供なんて欲しくなくて、私の前から姿を消したのだ。私はさすがにいきなり姿を消すのは許せなくて、彼の職場に突撃した。だが、ケンジはすでに仕事を辞めていたらしい。それはほんの 2,3 日前のことだそうだ。ちょうど私が妊娠を報告した頃だ。私は怒りに震えた。だが、いくら待っても彼が帰ってくることはなく、電話もつながらない状況だった。だんだんと私はつわりがひどくなり、彼について考えている暇がなくなっていった。そして私は無事に可愛い息子を出産。それがアキラだった。私は実家に戻り、両親の援護を受けながら親子仲良く幸せに暮らした。息子がまだ小さい頃の世話は両親が引き受けてくれた。私は子供との生活を守るために一生懸命に働いた。ケンジのことは腹が立ったが、それでも息子のためにはまず働いて稼がないとダメだ。この子を幸せにするのも不幸にするのも私次第だ。それから私は子育ても仕事も一生懸命にやっていき、そのおかげで息子はとてもいい子に育った。そんな息子がもう結婚をする年になったかと思うと、とても感慨深くなる。息子の婚約者であるひとみさんはとても素敵な女性で、二人はとてもお似合いのカップルだ。両家の顔合わせでひとみさんのご両親と挨拶をしたが、彼女のご両親もとても素敵な人たちだった。だから結婚後も二人は幸せな生活を送ることができるだろう。結婚式ではどんなドレスを着ていこうか。私はワクワクしながら結婚式までの日を過ごしていた。だがそんな中、予想もしていなかった出来事が起きた。それは私が休みの日に家にいた時のこと。いきなりインターホンが鳴ったので、私が出ると、そこには驚きの人物がいたのだ。よう、香織、久しぶりだな。え？ケンジ？なんと、玄関の前に立っていたのは、私を裏切って音信不通となっていたケンジだったのだ。どうしてここに？っていうか、あなたどの面下げてここに来てるのよ。私が怒りながらそのように言うも、彼はただニヤニヤしているだけだった。彼は昔のような爽やかな雰囲気ではなく、ひげ面でなんだか汚らしかった。ああ、そう怒るなよ。一度は結婚しかけた仲じゃないか。
ふざけないで。あなたが全てを放っていなくなったんじゃない？確かにそうだな。一体何の用なの？あれからもう約30年も経っている。何のために私の居場所を突き止めて会いに来たのだろうか。私が彼の言葉を待っていると彼はこんなことを言った。あのさ、金をくれないか？え？今さ、俺借金抱えてるんだよね。だから頼む、数十万とかでいいから。はあ？何を言ってるの？私を裏切ったあんたに金を渡すことなんてするはずないじゃない。そこをどうか頼む。必死の思いで香りのところまでやってきたんだ。そんなこと言われても私は一銭もお金をあなたに渡すつもりはないわ。私がそう言うと彼ははっと思い出したかのようにこう言った。だったらお前の息子に背広うかな。え？そうだ、そうしよう。俺とだって血がつながってるし、息子ならたくさん金をもらえるだろう。何を言ってるの？そんなの許されるわけないじゃない。はあ、じゃあお前が代わりに支払うのか？わかったわ。毎月5万円でいいかしら。支払うから息子には近づかないでちょうだい。えいえい、わかりましたよ。とりあえず今月の5万よこせよ。彼はそう言って私から5万円を奪い取った。私が自分のために使える時間とお金はどんどん減っていった。だがこれも息子と婚約者を守るためには必要なことだ。私はそう言い聞かせて彼にお金を渡した。いつまでこんな日々が続くのだろうか。そして刑事は定期的に急にやってきた。そこで彼は驚きの発言をした。こんなんじゃ足りねえよ。あ、そうだ、もうすぐ息子の結婚式なんだろ。だったらその場に行けば金をもらえるよな。ちょっとダメよ、あの子に迷惑なんてかけられないわ。お願い、私が支払うからあの子に会うのはやめて。私は必死の思いでお願いをした。じゃあ今月から10万だな。そんな。結局私は口止めとして支払いをするしかなかった。その後も私から月10万をぶんどる検事。どうやら彼は多額の借金があるらしい。だから私からお金を巻き上げてそれを返済に当てているようだ。私は彼に支配される生活にうんざりしていた。だが私が関わりをやめればきっと息子に被害が及ぶだろう。それだけは避けたい。私はそこでとある決断をすることに。それは息子と縁を切ることだ。そうすれば彼も私経由で息子の居場所を突き止めることはできなくなる。だから私は結婚式に行かないことにした。そして迎えた結婚式当日、私はその日家にいながら無事に結婚式が終わるのを待っていた。すると息子から電話がかかってきた。もしもし。母さん、今どこにいるんだよ。私はその家にいるわ。はあ、新郎の母が式を無断欠席なんてどういうつもりだ。私の返答に怒りをあらわにする息子。だが私の答えは決まっていた。私はもうあなた方夫婦とは関わりません。え？どういうことだよ。あなたたちに迷惑をかけたくないの。迷惑って何？ごめんなさい、これ以上はもう言えないわ。さようなら、アキラ。ひとみさんとお幸せにね。結婚おめでとう。あ、母さん。私はそう言って電話を切った。これでいいんだ。するとそれから20分ほど経った頃、ひとみさんから電話がかかってきた。もしもし。申し訳ないけど、私はあなたたちとは縁を切って。お母さん、今すぐ来てください。え？今ケンジという人が来て、アキラさんの父親だと言い張ってるんです。そしてお金を要求してきてて。え？私はめまいがして倒れそうになった。約束と違うじゃないか。あの人はまたしても私を裏切ったのだ。そう思うと私はケンジへの怒りが一気に湧き起こった。すぐに行くわ。私は実は結婚式に参加するためのドレスをすでに着ていた。式には行けなくてもお祝いの気分だけは味わいたかったからだ。私はすぐにタクシーを拾って結婚式会場へ。ケンジの乱入のせいで結婚式は中断している状態だった。ああ、ガオリ、お前からも言ってやってくれよ。俺がこいつの父親だってな。そう言って高笑いをするケンジ。私は彼の目をまっすぐ見ながら近づいていった。帰りなさい、ここはあなたが来ていいような場所じゃないわ。はあ？
私が彼に詰め寄ると彼は負けじと私を睨みつけた。お前、自分の立場分かってるのか。俺に捨てられた惨めな女のくせに生意気なんだよ。そんなお前に捨てられたこいつはさらに惨めだよな。でも一応ちゃんと働いていそうだからよ、俺はこいつから生活費を援助してもらうことにするよ。そのように言う賢治、息子は不安そうな目で私を見ながらこう聞いてきた。母さん、この人が言ってることは本当なの？この人が俺の父親なのか？私はもう言い逃れはできないと思った。最低な父親と最愛の息子を引き合わせてしまった。私はどう責任を取ったらいいのか分からず言葉に詰まった。母さん、正直に答えてくれ。俺なら大丈夫だから、何があっても屈しないよ。アキラ、私はこの時希望の光を見た。この子なら大丈夫だと思った。だから全てを正直に打ち明けた。この人はアキラの父親よ。私の発言に会場がざわつく。ケンジはニヤニヤしながら、ほら言った通りだろ、だから俺も親族なんだよと息子に言った。私はそれを遮るように言葉を続けた。だけど彼は結婚をする前に私の前から姿を消したわ。それから約30年間一度も私の前に現れなかった。それがつい最近私の家にやってきて、私を脅した挙句にお金をたかってるの。この数ヶ月の間に私は50万ほどすでに渡しているわ。私はこの状態だったらきっとケンジはアキラのところにも行ってしまうと思ったの。だから私はアキラを怒らせて縁を切ることを思いついて死去を欠席しようと考えたの。そんな、母さん、そんな辛い思いを。私の言葉に息子と婚約者は涙した。母さん、正直に打ち明けてくれてありがとう。お母さん、もう安心してください。お父さん、お願い。ひとみさんがそう言うと、彼女の父親が分かったと言って何か合図をした。すると会場のドアが開き、警察が数名入ってきた。そしてあっという間に夫のことを捕らえたのだ。何すんだよ、どうして俺が捕まるんだよ。驚いて慌てふためく彼に息子が冷たい視線を向けながらこう言った。あなたは赤の他人だ。父親として認知をしているわけでもないし、ましてや母さんとも結婚もしていない。他人が自分の結婚式で暴れてたりむちゃくちゃしていたら通報するでしょう。私の婚約者の父親は警察官なんです。そのためすぐに部下の方を呼んでくれたんです。あなたは母さんへの恐喝の件も含めて事情聴取が行われるでしょうね。そんな、母さんを苦しめたことを絶対に許さないからな。もう二度と俺たちの前に姿を見せるな。ケンジは息子からそのように怒鳴られて萎縮していた。そしておとなしく警察に従って連れて行かれた。アキラ、ひとみさん、ありがとう。いいんだよ母さん、でも一人で抱え込んで変な判断をしないように気をつけてね。その後私はそのまま仕切り直された結婚式に参列した。結婚式はとても素晴らしくて、私は息子の晴れ姿を見ることができて嬉しかった。ちなみに私はケンジのことを訴え、私がたかられた金の返還を要求した。彼は借金をしているので返済は少しずつしかできなかったが、弁護士のおかげでもし支払いが滞った場合に給料を差し押さえることができたので支払いが滞ることはなかった。ケンジは毎日借金の返済に追われて悲惨な生活を送っているらしい。一方、私は相変わらず事務員として働き、つつましい生活を心がけている。それでも息子夫婦が遊びに来てくれた時とかはちょっと奮発して美味しいレストランに一緒に行ったりしている。息子夫婦との時間はとても楽しくて、私はこれからもずっと二人と仲のいい家族でいたいと思うのだった。ケンジは本当に最低なクズ野郎ですね。でも息子さんはとても素敵な頼れる男性で、主さんがとても立派に息子さんを育てたというのがよくわかりますね。最終的にケンジが制裁を加えられていたのでスカッとしました。主さんは素敵な息子夫婦との時間を楽しみつつ、これからもゆったりとした日常をぜひ満喫してくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。